こんにちは、褒めまくりです。皆さんお元気にお過ごしでしょうか。さて、今日はアメリカとロシアの対立、そして日本についてお伝えしようと思います。題して、バイデン大統領、ロシアプーチン大統領を殺人者だと明言。ロシア、駐米ロシア大使を召喚、米ロ対立激化。その時、日本は相も変わらずお花畑です。それでは、早速行ってみましょう。皆さん、もうすでにご承知だと思いますが、予想通り、アメリカ民主党のロシア嫌いは本物です。バイデン大統領がロシア、プーチン大統領を殺人者だと明言しました。よって、バイデン大統領が在任中はアメリカとロシアの対立が和らぐことがなくなったと言っていいんでしょう。ここまでは予想通りですよね。アメリカ民主党が政権を握ればこうなることは、国際政治の知識がある人だったら容易に簡単に予想できましたよね。ある意味想定通りなので特に驚くことはありません。いつもの通りの通常運転です。対立が激化したからといって米ロが軍事的衝突を起こすことは 99.9% ないでしょう。冷戦の時でさえ米ソはなんだかんだ言いながら直接的な軍事衝突は避けてきました。それはお互いの軍事力の分析をし、衝突すれば両国が滅びることは重々承知だということです。しかし冷戦の時と明らかに違うのは中国の存在です。冷戦の時、中国は同じ共産国としてソビエトにつくというより、中立的または西側寄りといっても差し支えないのではないでしょうか。それは当時ソビエトと中国も領土問題などで対立していたからです。それに当時は中国はアメリカと対立していたわけでもないですからね。当時はアメリカも日本も対中国に対してはお花畑状態でした。いや、お花畑というよりロシアとの対立に勝つために中国を必要としていました。そのことは中国もよく知っていたはずです。利害が一致していた状態です。当時褒めまくりが読んだ架空軍事小説では、中国が西側諸国と軍事的行動を共にしソビエトに打ち勝つという内容ばかりだったのを思い出します。さて、現代はどうでしょうか。明らかに構造が変わっています。その構造の変化は中国です。今はロシアと中国は蜜月です。完全な蜜月とは言い難いですが、だからといって完全な対立があるわけでもないので、対アメリカに対しては蜜月だと思います。軍事的交流も中ロは濃厚関係です。ですから冷戦を西側諸国が勝利したわけですが、その当時よりもはるかに難しい、簡単に勝てる状態でなくなっているということです。西側諸国は日本を含めて1990年代以降、長年30年近くお花畑状態でした。油断しすぎました。今では中国のハニートラップに侵されてしまった西側諸国も多いです。ここからまた西側が気を引き締めるためには、そうそうたやすい作業ではありません。それは日本、ドイツ、イタリア、フランス等を見ていればよくわかるのではないでしょうか。もうすでに東側諸国に引き寄せられて完全に落ちてしまった韓国という存在もあります。そんな中、先日海上自衛隊の新型イージス艦ハグロが就役しました。その式典で岸防衛大臣がこう言いました。いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くべく万全の体制を取る必要がある。この言葉について皆さんどう思いますか。どう感じますか。褒めまくりはこれを本気で言っているのだろうか。このイージス艦で守れると思っているのだろうか。もし
このイージス艦で守れると思っていたらただのバカです。また国民の命を守るためにこのイージス艦を含めて今後も万全の体制を取るという意味で言ったのなら、どこまでやらなければいけないのか、本当に本気で考えているのだろうか。もし今後も万全の体制を整えるというのなら、どう整えるのか、なぜ具体的に言わないのかと疑問と疑念を感じました。軍事に詳しい人でしたら、防衛用の軍事力しか持っていない軍隊で国を守れるわけがないというのは誰しも分かっていることです。守っても守っても相手が攻撃してくれば、結局自利品になって弾がつき万事休すになります。滅びます。相手は核ミサイル、また他の攻撃兵器を持っていて、日本は防衛兵器しかありません。敵基地を徹底的に叩きのめす兵器を日本は保有していません。敵が核ミサイルを撃ってきたら、同じ打撃を相手に与える攻撃兵器、核ミサイルを持っていなかったら国を守れるわけがありません。話にもなりません。そんなことは常識です。アメリカが日本が攻撃を受けたら相手を叩きのめすという保証すらありません。あるわけないですよね。所詮は紙っぺらのただの文字の約束事です。約束とは破るためにあるんです。そんなのは常識ですよね。今回の岸防衛大臣の祝辞でのこの挨拶は非常に不満です。何も軍事的知識がない人だったら、このイージス艦で日本が守れると錯覚してしまうのではないでしょうか。なぜ国民にこのイージス艦だけでは日本を守ることは不可能ですとはっきりと国民に伝えないのでしょうか。日本の政治家は都合が悪いことからはすぐに逃げます。この国の危機感のなさ、あの原発事故、武漢の野郎問題、ライン問題、すべてが無責任状態です。責任という言葉さえ理解していないのではないでしょうか。なぜ敵が核ミサイルという強力な核兵器を持っている以上、いかに最新型のイージス艦とはいえ守ることは事実上不可能です。守るためには報復兵器、敵と同じ兵器を持たなければ日本を守ることはできません。核ミサイルを敵が持っているのですから、日本も核ミサイルを持たなければ日本を守ることは不可能ですと、この常識をなぜ日本国民に訴えかけないのでしょうか。政治家とは国民に語りかけるのが仕事ではないのですか。綺麗事を並べたいのならテレビの解説者か、お花畑の芸能人か、テレビのアナウンサーにでもなればいいんです。綺麗事しか言わない大臣だったら AI 自動おしゃべり機にでも話しさせればいいんです。結局日本という国は戦後政治家で誰一人として現実を見据えて批判を浴びようとも決断と実行ができる人が一人もいなかったということです。どいつもこいつもお花畑の政治家しかいなかったということです。核兵器保有の論議さえ逃げまくっています。トランプ大統領が日本の核兵器保有を容認した時でさえ手を挙げられる政治家が一人もいなかったんです。少しばかりのこれっぽっちしかいない左翼極左のご機嫌伺いしか自由移民党はできないんです。戦後の日本の平和ボケ教育に育てられた政治家しかいなくなってしまいました。誰しも責任を取りたくないんです。誰しも批判を浴びたくないんです。そんな政治家と官僚家しかいません。サラリーマン政治家、サラリーマン官僚家だけです。本当に情けない国家になってしまいました。褒めまくりはいつも教育の重要性について話しています。この動画も時事ニュースというより時事教育として話しているつもりです。軍事的専門家でイージス艦さえ持っていれば日本を 100% 守ることができるなどという妄想暴言を吐く人は皆無でしょう。誰もいないでしょう。いつまでもアメリカが
日本の後ろ盾にいるとは限りません。30年後、中国系アメリカ人の大統領が誕生しているかもしれません。危機管理とは、最悪の想定を予想し、それに対応する準備をすることです。しかし、日本は、原発事故、武漢野郎、ライン問題、すべてにおいて、最悪を想定することができませんでした。最悪になることはないだろうと、何の根拠もなくお花畑予想を立てて、物事を進める?このパターンのオンパレードです。尖閣で、いつ武力衝突が起きるのか危機的状態です。北のロシアは、アメリカが日本に地上配備型ミサイルを配備したら報復すると明言しています。日本はこのままでいいのでしょうか?皆さんはどう思いますか?どう感じますか?本日のナレーションは褒めまくりでした。今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。